アマピー、ソコピー、フクロウは幸せを運んでくれる鳥です。コロナなんかに負けないぞ。いい、いい、おう。コロナもだいぶ落ち着いてきました。子供たちも学校へ行くのが楽しい。レッスンに来るのが楽しくなる。そんなピアノレッスンを心がけております。お人形の夢と目覚め。の子供はヤーコ、おたまじゃくしはカエルの子、おたまじゃくしはカエルの子、なんだぞ。キャピアといえばチョウザメの子供だぞ。ピアノって楽しいね。子供たちと遊びながら、ドレミの音名でどんどん歌いながら弾くことで、考える能力、指を動かすことで、実に多彩なメリットがあるんだって。ねえねえ、ムフちゃん、みんなとっても可愛い子たちばっかりだよね。みんなお気に入りのぬいぐるみや好きなことを覚えていてくれるととっても嬉しくなるよね。そうだそうだ、まったくだぞ。ゾウにもお絵かき小僧に落書き小僧、看板小僧いっぱいいるけど、みんな個性が違ってみんないいんだよ。それでは明日もこうご期待くださいませ。それでは明日の回転は
行く。5時半からになります。それでは皆様、バイバーイ。また見てねー。